今回体操競技フィリピン代表のカロイ選手の3年後の東京オリンピック出場を応援すべく応援大使になった体操選手のオラキオです。体操競技でフィリピン初のオリンピックメダリストを誕生させるため応援していきますよ。2016年の春より日本の高校に編入し、釘宮コーチと二人三脚、日々トレーニングをしています。そんなカロイ選手が育った国がフィリピン共和国マニラ。カロイ選手が練習をしていたのがここフィリピン体操協会の体育館。お世辞にも良い環境とは言えない。このような環境のもと、カロイ選手はもちろんのこと、フィリピン体操の歴史を変えたのが2013年9月釘宮宗弘コーチの就任である。ゼロから指導し作り上げてきた釘宮コーチ、そして結果はついてきた。各国際大会で入賞、そして表彰台、メダル受賞の数々、素晴らしい。オリンピック出場の可能性も見えてきた2016年、カロイ選手と釘宮コーチはさらなるレベルアップのため練習環境を日本へ。練習で二人三脚のカロイ選手と釘宮コーチ、私生活でも一緒に暮らしている。初めて親元を離れ、しかも日本で暮らしている。そんなカロイ選手の将来をご両親はどのように考えているのだろうか。カロイ選手が日本に住みトレーニングすると知ったとき、どのような気持ちでしたか？ご両親からのメッセージ。Just stay humble, train hard and train harder for the 2020 Olympics, and always put your feet on the ground, keep training and bumble. カロイ選手は多くの期待を感じ、母国を離れ日々厳しい練習を日本で行っている。最後にカロイ選手からのメッセージ。 My dream is to become an Olympic medalist. I will practice more harder and become more stronger. And I want to dedicate my performances to my family, friends and who supporting meI will try my very best and I believe that I can do it. 応援お願いします。頑張る。皆さん、カロイ君のこと少しだけでも分かっていただけたでしょうか。カロイ君は今親元を離れ、ここ日本で毎日厳しい練習を積み重ねております。フィリピンに住む家族、いや家族だけじゃなくフィリピン中の若者の期待を背負って、皆さん、カロイ選手、釘宮コーチを一緒に応援しましょう。目指せ2020年東京オリンピック。